知り合いがダーツもしてるよってことで誘ってもらって、プロになったのは一番最初資格取ったのパーフェクトだったんですよ。一人で漫画喫茶こもってずっとオンライン対戦してました。自分のレーティングより高い人を、もう6回か7回目か分かんない、もう何回か遠いとか分かんないけど、入れ替え戦ようやく突破できたんでちょっと嬉しくてもう次泣くときは優勝って決めましたんで、まあダーツがなければ僕はこんなに笑顔でいれなかったと思うんで土井くんダーツ始めたきっかけは何だったんですか？はい、ダーツはたまたま本当にゲームの知り合いがやってて、ゲームで、はい、オンラインゲーム一時期やってて、でその時に知り合いがダーツもしてるよってことで誘ってもらってやったのがきっかけです。何年前？もう15年前ですかね。あーダーツ歴15年。そうですね、20歳ぐらいからやってる。そうですね、ちょうど20歳の時から。あー最初からうまかったの？いや全然、最初レーティング3スタートです。スタートね、はい。何年でそんな上手になったの？ね、まあでもタイミングがあっていろいろ試行錯誤してた中で、まあ、2年ぐらいは A フライ出なくて、でそこからちょっとバレルがずっとトルピード系、まあ、砲弾型みたいなの使ってたんですけど、ストレートに変えたら急に一気にレーティングが出て、まあ、ストレートがあってから、そうですね、そこから一気に13から大体 SA の壁って言われるんですけど、13から16まで行った時がもう1ヶ月で行っちゃって、そこからは なんか維持してきてるかなぐらい。おお、なるほどね。はい、プロになったのは一番最初資格取ったのパーフェクトだったんですよ。あ、そうなんだ。はい、あ、ジャパンじゃない。パーフェクト一回も 出ることなく何年それいや、取ってその翌年からもう試合出ようかなって思ってた時にちょうどジャパンが発足して、パーフェクトプロの資格持ってる人は実技免除だよみたいなのがあったんで、それでもジャパンの難しい試験をやってないですで出たかな、 5.1 出たかな、どうなんですかね。でもまあ難しい、まあ結構いくらかかるみたいなね。そうですね、練習でやってた時はまあちゃんと出せるは出せたんですけど、そんなあのでジャパンはじゃあ初年度から、はい、そうですね、初年度から。じゃあ2012年から試合出れたのは13年か12年の最後の方かぐらいで、12年度はほとんど出てなかったです。まあプロ歴は約10年ぐらい。そうですね。で2013年にまあ本格的に出だして、はいはい、すぐ勝てた。全然そんななんかロビン落ちは捨てた。たまにでしたね、最初の頃は、まあ、うんうん、抜けてはいた。抜けてはいました。で初めて入れ替えたのもそのぐらいの時からちょくちょく年1回以上は行かせていただいてたんですけど、最近なかったからね。そうですね、ちょっとイプスになってから一回ダーツ壊れて、はいはい、今はイプスはの治ってる、ちょっと怪しい時はありますけど、ね、もう動画で見てて分かると思うんですけど、こうなるんでそうなってても入る人は いっぱいいますからね。そうですね、おかげさまで入れ勘でどこにかここはなってますけど、はい、大事な場面でちょっと気負いすぎると、まあ、すごいレーティング下がった。あでも本当にこう手出ないながらも体で必死で投げてたら13は切らなかったんですよ周りから何なのみたいなすごいけどねでもまあやっぱ17ぐらい行くでしょ。そうですね、18は行ったことがないんですよ。 17.9 ぐらいまで。おうおう、ただそれもあのイップスのめちゃくちゃな投げ方してる時に行ったのが最高だから自分でもよく分かってないんですよ分析できないやつ。そうですね、入れ勘でどうにかなってるぜみたいなそうですね、もうずっとひたすらまだ当時ライブがオンラインのアリーナっていうモードが出始めたぐらいで、あ
スター、グランドマスター。あ、そうです、そうです、うん。その時にもうフェニックスの方がずっとオンライン対戦できる状態だったんで、うん、そうだったね。一人で漫画喫茶こもって、ずっとオンライン対戦してました。自分のレーティングより高い人、アリーナは選べなかったんですけど、フェニックスの方は選べたんで、うん、当時、はい、ひたすらやってましたね。教えてもらってはないんですけど、ずっと見てたのはもう畠中宏選手ですね。あ、はい、懐かしい。ちょっとめちゃくちゃ初めて間近で見たプロが畠中選手で、うん、で当時動画サイトがあってそのフォームをひたすら見てて、腕の出し方はすごく意識してました、ね、フィリピンのハーフでね、なんかやっぱりフィリピンの血が入ってると上手になるかなめちゃくちゃ手の出し方綺麗で、もう本当衝撃を受けた選手ですね。なるほど。まあまあ指導じゃないけど、はい、会ったことはもちろんで、はい、ね、そうですね、教えてもらってたわけではないです。全然勝手に憧れてた。憧れてたんですね、はい、バック選手でずっと卓球やってました。卓球似合うなぽいなって言われるんです、いいとこまで行ってないんですか。いや全然卓球は下手くそでしたね。ダーツがやっぱ一番うまくいってる。そうですね、やってきたスポーツの中ではダーツが一番上手かなとは、うん、人に勝てるのがダーツだった。うん、そうですね。だからまだ勝ちきれてないんで、これからもっと勝ちたいと思います。まあでもやっぱりね、17とか行く人っていうのは本当 1% ぐらいしかいないんじゃないの、ね、じゃないの。A フライトで 10% ぐらいって聞いたから。そうなんですね。全然そこら辺は意識したことなかったです。だから A フライトってやっぱ壁一つ。確かにめちゃくちゃ壁があるんです。僕 C フライトからしたら、ね、A フライトもめちゃくちゃ上手に見えるけど。確かに、そうですね。まあ、僕が結局ちょっと特殊な仕事をしてまして、まあ、土日祝日カレンダー通り休みではないので、そこでやはり練習時間が確保できたとしてもシフト上試合出れないとか、逆に練習時間がちょっと乏しくなっちゃったけどシフトが噛み合って試合は出れるよっていうののバランスがずっと悩んでて、なかなか両立、そこがバランス取れなかったんですけど、まあ、コロナ禍も経てちょっと自分の意識を変えて、まあ、練習時間だけじゃなくてそれ以外の部分、体のケアとかも含めてちょっと意識変え始めた時にようやくこう入賞もできるように、まあ、成績も上がってきたので、もうそこでちょっと今は自信があるんですけど、まあ、このまま過信しないように頑張りたいと思います。まあ、ジャパンの2024の開幕戦でね、あの涙の別荘16初入賞、長く、まあ、入れ替え戦も何回か、ね、2013年からやってきて、はい、まあ、10年目のシーズン初めてですね。まあコロナ禍あったんで10年目ってなっちゃったんですけど、うん、プロ歴はまあ10ちょい初入賞で、はい、嬉しい男泣きをしてしまいました。うるせえ。おい、あんま泣くなよ。いや、この後あるんで。負けたからってな。勝ったから。え、嘘。勝ったの。勝ったのにこんな泣いてんの。なんで。いや、やっと勝った。季節10年。もう6回か7回目か分かんない。もう何回か遅いとか分かんないけど、入れ替え戦ようやく突破できたんで、ちょっと嬉しくて。でも次あるんで、絶対負けたと思ったこの反応。次の対戦で後ろから来てますけど。おめでとう。やっと変にもらい泣きするわ。もう本当誰が見てもなんか、土井くん負けたんだ。皆さんに本当にもう、あ、負けたんだねっていうので、みんなあんまり声かけてくれなかったみたいで。かけられない。そう、かけられない雰囲気だったらしいんですけど、勝っ
で嬉し泣き、まあ、男泣きしてしまいましたありがたいことに反響もありまして、はい、なんか言われました。もういやもう本当にいろんな知らない方の声かけてくれたのもあるんですけど、知ってもらえたっていう。そうですね。あとはやっぱり同じプロの方から、ああいう気持ち忘れちゃダメだったのまた再認識させられたみたいなちょっとなんか応援もされつつなんか共感もしてくれたみたいな声のかけ方が多かったんで、まああの公式のねインタビューでも、はい、星野理恵さんが、はい見てくれてる。そうですねありがたいお話でございます、本当にもうた本当にもう次泣くときは優勝って決めましたんで、まあ、だから、はい、すぐまた復帰しないといけない。そうですね、頑張ります。収録を当たり前、そうですね、当たり前に、うん、はい、なれるように、まあ、何回優勝できるかですね、うん、通過点だと分かってたからこそちょっと泣きたくなかったんですけど、うん、刈谷さんの顔見たらちょっとやっと報告できると思って出ちゃいましたね もうダーツがなければドイじゃないですもうダーツは僕の人生そのものです。まあダーツがなければ僕はこんなに笑顔でいれなかったと思うんでまあまあもちろん男泣きは許してくださいいやもう次泣くときは本当に優勝して泣きます。僕はもう2025年スーパーダーツへ向けて頑張りたいと思います。